産業新聞は、岡山県岡山市北区に本社を置く、株式会社産業新聞社が発行する新聞である。岡山県を中心として、隣接する広島県東部地域及び、香川県直島町を主要な配達エリアとする、長官単独市。2021年1月期の発行部数は、長官31万2700部で、岡山県内のシェアは2017年度時点で、 約65.9%とある。岡山県は全国紙が夕刊を出しておらず、岡山県で宅配で読める唯一の夕刊となっていたが、2020年10月1日付の朝刊で同年11月末で夕刊を休刊するとの社国を掲載するとともに、同年12月から朝刊紙面と会員制電子版、山陽新聞デジタルの刷新も合わせて発表した。 2011年11月30日をもって、直島町を除く香川県での発行、販売が廃止された。日本のブロック市、地方市で発行所以外の県での発行が廃止されるのは、2009年3月31日に、福岡県の西日本新聞が、山口県での発行、販売を廃止して、以来2年7ヶ月ぶりとなる。また、 香川県内の市局も発行廃止と同時に廃止となり、高松市にある高松市社は高松市局に名称変更された。年会費会員非無料の読者クラブとしてサンタクラブがある。大株主は順に佐々木克美代,代表取締役会長、大王政紙、天馬や中国銀行である。1、国民に良き精神的糧を提供し、 生活、文化の向上を期する一、民主的日本の確立を期する一、国際平和に貢献し人類の幸福増進を期する、自由と正義を信条とし、報道の真実と主張の構成をもって、健全な世論の構成と文化の向上に寄与する、社説は2面右上に掲載。1面コラムの名称は、雫一滴。最終面4コマ漫画は、かんちゃん美行詳細は、 山陽新聞社公式サイトを参照。ありがとうございます。